新井健一郎は日本のプロレスラー。19歳で FMW の入門テストを受けるも不合格にはなるが、そのまま FMW が経営するプロレス学校に練習生として入る。同期に中川浩二がいたが挫折した遺書。次に WING の入門テストを受けたものの不合格。警備や重労働作業のアルバイトで資金を作り、東流門の二期生として、 メキシコへ渡る。1998年11月29日にメキシコにてデビュー。逆上陸当初は菅原文谷の顔立ちからトラック野郎キャラであったが次第に熱狂的な阪神タイガースファンであることの方がクローズアップされるようになる。正規軍に所属していたが成績不振で解散。その後は新 M2K、ファイナル M2K、戸沢塾に所属。 タイトル挑戦の機会を何度も与えられるも獲得には至らず、華やかさに欠けることも手伝いシングルプレイヤーとしては伸び悩んでおり、そのことをフロリダブラザーズやストーカー市川にいじられたことも、一時期市川のコスチュームで試合をするなどギャグ要因になったこともある。デビュー当初から一貫して坊主頭で2002年にはおそらくプロレース史上初の敗者が見延ばしマッチを行い、 これに勝利。強度の石頭を駆使した技を得意とするほか、空中技にも対応している。2006年12月28日の後楽園、ホール大会にて、戸沢塾への勧誘を受ける。それまで、戸沢塾入りには難色を示していたが、戸沢明と岩佐拓天に秘密兵器として、自らの母を送り込まれ、一時呆然状態に陥るも、戸沢塾入りは保留した。 ところが2007年1月21日の神戸大会にて試合前のプロレス教室が終わった直後、戸沢塾が登場。すると、荒剣はその背後から元ファイナル M2K の元リーダーの持月重明を襲撃。そしてついに念願の戸沢塾入りを果たし、コスチュームを学ランボンタンに変更した。6月には岩佐をパートナーにプロレスリング。 ノアの鈴木小太郎とリッキー・マルビンの持つ GHC ジュニアタック王座に挑戦。惜しくもタイトル獲得はならなかったが、24分間を戦う大健闘を見せた。その後、岩里のタッグである新岩で第1回サマーアドベンチャータグリングベスト4進出、さらに9月22日大田区体育館大会で斉藤良横須賀トールの持つ愛事。 タック選手権に挑戦し、勝利、王座獲得し、タック戦線で頭角を表す。しかし、10月12日、高楽園ホールで行われた、ドイシュ劇吉野正人愛児タックと、オープンザツインゲート王座統一戦に敗れ王座を、失う。さらにパートナーの岩佐も腕を骨折し、欠場になる。11月18日、博多スターレン大会で、 鈴木健壮とシングルマッチで激突するも敗北。その後、堀口元気に、戸沢塾の象徴であるボンタンを奪われてしまう。2008年1月に、岩佐が復帰し、堀口神田とのボンタンコントラボンタンスパッツマッチに勝利し、ボンタンを取り戻す。2月8日に、後楽園ホール、岩佐をパートナーに、土井基地の持つオープン雑印ゲート統一タック王座に、挑戦し、 勝利し二代目王者となり、雪辱に成功。2008年に、戸沢塾が解散。その後は、黒字の腰に小さく、日の丸がプリントされたスパッツに変更。2009年1月18日、ガンマとの敗者ユニット追放マッチに敗れた、神田博之を救出し、共闘を呼びかける。その後、ガンマを追放し、リアルハザード入りし、ヒールターン。 コスチュームも、ダメ人間、その日暮らし、世の中ずるい奴が勝つと書かれた胸には青い日の丸の黒いつなぎに変更した。6月21日には、シーマの持つオープンザ・ブレイブ・ゲート王座に、ノーロープルールで挑戦し、一度は、リングアウト勝ちするものの、反則絡みの裁定により、場外カウント反則なしの再試合が行われ、敗北。2010年3月、 リアルハザードの分裂により神田たちとディープドランカーズを結成。10月13日、ワールドマイナス1との敗者解散タッグマッチで敗れ、ディープドランカーズは解散するが、ワールドマイナス1を裏切った、ドイの策略で追放され、以後は一人でディープドランカーズを名乗るモ月がジャンクション3を結成するにも入らず、岩佐拓と再び新岩コンビを再び結成。 2012年3月17日、スタイル E 西調布大会にて、武田聖子を破り、スタイル E 無差別級王座を獲得。4月22日、第日本プロレス、横浜大会にて、初の有志鉄線ボードデスマッチにて、初のデスマッチデビューディープドランカーズ解散後、本体の巡業に、ほぼ帯同しておらず、関東で試合がある場合や他団体にドラゴンゲートの、 選手として出撃する場合が多かったが、スペルシーサーや、ケーネスと、ウィンドウズ MG を結成。トライアングル系と挑戦や、こと香りとタッグマッチを行い存在感を見せつけている。本人曰く、試合に飢えていると、ベルト戦線に名乗りや挑戦者を送り込み、戸沢ゼミナール以来の充実ぶりと、こと香りとタッグを組んだりしている。また、本人曰く一番、 欲しかったというオープンザ、お笑いゲート王座も獲得した。2016年、7月7日の後楽園、ホール大会を最後にドラゴンゲートの試合に出場しなくなる。2017年にはドラマドオフプロレスのプロレス指導を、元同僚のミラノコレクションエイティと共に務めるなど、リング外での活動も行っている。レッスルマイナス1では、ドランクアンディとして出場しており、 2018年5月より、マスクを脱ぎレッスルマイナス1に参戦。2018年、参戦していたレッスルマイナス1を、離れる。2019年6月6日、ドラゴンゲート後楽園、ホール大会に、約3年ぶりに参戦。2020年2月7日、後楽園、ホール大会にて、RED の持つオープンザトライアングルゲート王座に、挑戦。 試合中にファイヤーバードスプラッシュの自爆により、左肩を脱臼するアクシデントに見舞われるも、自ら阪神タイガースープレックスで3カウントを奪い、約12年ぶりとなるトライアングル王座を獲得した。ありがとうございます。